ルイ・ビューベロは、スイス生まれの画家である、ブラジルやオーストラリアで働いた。スイス、ボーシューのモルジュで郵便局職員の息子に生まれた、ローザンヌで働いた後、パリに出て、風景画家のカミリユフレールに学んだ。1835年に、ブラジルのバイイア州に移住し、おじの所有するコーヒー農園で働いた。バイア州のサルバドールで絵を教えるようになり、 1840年に当時ブラジルの首都であったリオデジャネイロに移りブラジル皇帝ペドロニセイの皇后テレサの注文で風景画を描き勲章を受けた同じ頃リオデジャネイロにいたフランス生まれの画家ルヨーギュストモロとリオデジャネイロの風景や人々を描いた画集オーリオデジャネイロピトーレスコを1850年に出版した写真家としても 1845年から1856年の間、工房、オフィチーナ・インペリアル・ブーベロット・アンド・プラットを経営して、ブラジル皇室の仕事をして、皇室の写真家の称号を得た。1852年と1856年に、スイスに戻りベルンの展覧会に作品を出展し、銀賞を受賞した。1860年に、スイスに帰国するが、健康のために、 気候の良い,いオーストリアに移住することにして1865年2月にメルボルンに移った。1年ほど写真家の仕事をした後、風景画を描くようになり、有力な顧客もできた。1869年にメルボルンのビクトリア国立美術館の管理者が2点の作品を買い上げた。1870年のフィラデルフィア万国博覧会に出展し入賞した。 1873年と1880年、1884年にメルボルンで開かれた展覧会では金賞を受賞した。画家としてオーストラリアで名声を確立し、1888年に亡くなるまで作品の制作を続けた。子外制作を行うビュベロのスタイルは後にメルボルン近郊のハイデルバーグに集まった芸術家、 ハイデルバーグパの画家たちに影響を与えたとされる。ハイデルバーグパの画家、アーサー・ストリートンは1866年に描かれたビュベロの風景画をビクトリア州の最初の優れた風景画と評した。ありがとうございます。